皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はがん患者さんに一番おすすめの筋トレというお話です。がん患者さんには、筋トレをですね、進めています。以前の動画でもですね、紹介しましたけれども、ここで改めて、筋トレががん患者さんにとっていかに重要かということを示す研究結果を紹介します。これはですね、アメリカで、実施された2863人のがんと診断されたサバイバーを対象にした研究です。アンケートによってですね、筋トレ、これはウェイトトレーニングですけども、これをですね、週に1日以上行っているかどうかということについて調査を行って、その後のですね、生存期間との関係を解析しました。でその結果ですね、筋トレをしているがん患者さんですね、週に1日以上筋トレをしている患者さんは、筋トレをしていない患者さんに比べてですね、全生存期間がこのように延長しておりまして、がんを含めたですね、全ての死因によるですね、死亡リスクが 33% も減少していました。というわけでですね、筋トレをするがん患者さんは、長生きするというふうなデータです。実はですね、このアメリカのがんサバイバーのための運動ガイドラインというのがあってですね、このガイドラインでは週に150分間の中くらいのきつさの有酸素運動ですね、少し息が上がる程度の有酸素運動と同時にですね、週に2回以上ですね、週に2回以上の筋トレが実は推奨されています。で日本ではですね、こういったガイドラインがまだありませんけれども、ぜひ筋トレをですね、普段の生活に取り入れてほしいというふうに思っています。そしてですね、最近そのやるんならですね、どんな筋トレがいいですかという質問をいただくことが多いです。そして基本的にはですね、無理せず続けられるものであればですね、基本的にはどんな筋トレでもいいんですけれども、一番のおすすめはですね、スクワットです。人の筋肉は下半身に集中していることより、スクワットでですね、下半身の筋肉を鍛えることでですね、効率よく、全身の筋肉を増やすことができます。ちなみにですね、スクワットは通常の、何も使わないですね、普通のスクワットでもいいんですけれども、筋トレの初心者やですね、ちょっと足腰が弱ってきたかなって思っておられる方には、椅子からですね、立ち上がるスクワットから始めるのもいいと思います。またですね、上級者にはブルガリアンスクワットをおすすめしています。で実際にですね、私がやってみましたのでご覧ください。はい、まず最初はですね、初心者向けのスクワットとして椅子を使ったですね、椅子からスクワットというのをちょっとやってみたいと思いますね。これは運動習慣のない人や、あるいはちょっとですね、足腰が弱っている、そういう方にもおすすめのスクワットになります。はい、で、もうお家にあるですね、この椅子を使って、椅子に座った状態からですね、これからも立ち上がってもらうという形ですね。これを、繰り返す。はい。こういう形ですね。普通のスクワットに比べたら随分、座った状態からの方がやっぱりやりやすいですよね。これも、最初はですね、10回ぐらいから始めて、もう少し回数ができるようになれば増やしていけばいいと思います。そして、中級者というか、普段少しですね、運動されているような方は、普通の、いわゆる一般的なスクワットをしていただければいいかなと思います。で、これもですね、ちょっとやってみます。肩幅に足をですね、開いて、できるだけ深くしゃがむというのがポイントになります。これもそうですね、10回ぐらいを目安に、1日そうですね、3セットぐらいやればいいかなというふうに思います。そして最後はですね、いわゆる上級者編で、
ブルガリアンスクワットですね。これは通常のスクワットよりも少しきつめのスクワットになります。で、台をですね、使うんですけど、僕はこういうふうな、ステップ台をですね、使ってやってますけど、片足をですね、後ろ側に出して、ステップ台にこういうふうに乗せます。で、この状態から、スクワットをするわけですね。これも、左右交互にですね、できれば10回を1セットに、3セットから5セットぐらいもできればですね、頑張ってやっていただきたいと思います。これ結構きつくてですね、僕も今ちょっと汗かいてますけども、こういうふうにいろんなですね、スクワットがあります。皆さんの体力に応じた、筋力に応じたスクワットを選んで毎日続けてみてください。というわけで、ちょっとですね、最後グダグダになってしまいましたね。フォームもちょっといまいちだったので、もしよかったらですね、筋トレの専門チャンネルを覗いてみてください。皆さんもですね、スクワットはお部屋の中でもできますし、天気が悪い日もですね、お部屋の中でできます。ですから、1日ですね、1回あるいは2回、時間もあまりかかりませんので、ぜひこのスクワットをですね、生活の中に取り入れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄の方で教えてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。